効率のいい勉強を求めるには量は必要ですっていうかまあ量をこなしてるうちにただ何も考えずに量をこなすだけだったら効率のいい勉強っていうのは別にたどり着かないんですけどなんか量をこなしながらうーんなんかこれたくさん読んでも頭に入ってる気がしないなっていうそのなんか自分が問題解けるようになってる感がない。 そういった違和感っていうのを、まあすごく大事にして、ここで、このいう風にやってたら覚えられないな。じゃあちょっとアウトプットを変調にしてみよう、みたいな。教科書読むだけじゃなくて、じゃあちょっと緑ペン導入してみよう。緑ペン導入して、記憶とりあえずするっていう、まあ隠してアウトプットするっていう方法をとってみよう、みたいな感じでやってみて、あ、これで単語は覚えられるようになったな。でもどうにかな、どうにもなんか流れっていうのがわかんないな。記述式って にはなんか対応できないんだよな、みたいな。まあそういう風に自分の中で違和感が出てきたら、その時に、じゃあこれ、例えばえ、教科書読んだ時に、その教科書の流れっていうのを自分で説明できるようにしてみよう。一章読み終わりました。じゃあその一章読み終わった後に、まあ教科書閉じてもいいし、まあ開いて見ながらでもいいから、 まずはこういうことがあって、ああいうことがあってっていうのを必ずするように、まあ、習慣づけようみたいな、まあそういったことができるわけですよね。それは意識して初めてできることなんですけども、 え、それをするためには当然量が必要なんですよ。めちゃくちゃ量をこなしてる中で、まずはこれ試そう。あ、ダメだ、これこなそう。ダメだ、これこなそうってね。いろんなことを試すのは、やっぱり量をして初めていろんなことを試せるので、まずはまあ量をしながらまあ効率を意識していくっていう感じですね。で、効率のいい勉強っていうのは、もう完全に目的達成のに直結した勉強。まあよく、 ある話なんですけど、例えば東大王とかって世界遺産の勉強って言ったら、その上から見た形っていうのが大事になったりするんですよ。一方で世界遺産検定って上から見た形じゃなくて、そのしかも遺産の見た目とかじゃないんですよ。写真見て、その、あ、テレビとかだったら写真見て遺産を答えるっていうのがすごく大事になってくるわけだけど、検定とかになってくると、その遺産の価値、まあ誰がこういうのを作って、まあその、 どうして世界遺産に、まあ、登録されていて、どういう価値があって、みたいなところが結構重要し、まあ、歴史的なね、意義だったりっていうところを勉強しなきゃいけなくて、まあ、それがどっちの方が大事かっていうところは別にないんですよ、本質的には。そのどっちも、まあ、なんか面白さがあるんですよ、それぞれのね。で、そのそれぞれの面白さっていうものがある中で、じゃあどっちを取るかって言ったら、それが自分の目指してる方向なので、 ま、結局逆算ですよね。その自分が目指しているゴールを見据えながら常に、ま、記述をしなきゃいけないのか、あるいは単語のなんか、その1対1の、ま、マーク式で単語だけなんとなく頭に入れとけばいいのかによっても勉強変わってくるので、そこはあの、過去問とか見て分析してください。はい。